さんこんにちは、シエラチャンネルです。今日はトルコの名物サバサンドを作っていきたいと思います。皆様、サバサンドはご存知でしょうか？トルコでですね、非常に有名な B 級グルメで、こういう感じのフランスパンに塩で焼いたサバを挟んで、あとレタスとか、まあ、玉ねぎを挟んだりして食べるだけの非常にシンプルな料理なんですけれども、地元でとっても人気があります。今日はこちらを作っていきたいと思います。まずサバサンドはフランスパンに挟まれていることが多いので、今回フランスパンを買ってきました。そしてここにあるのがサバですね。こちら冷凍解凍したものです。そして、あと小麦粉、バター、玉ねぎ、マヨネーズ、ニンニク、そして、レタス、塩コショウ、以上で作っていきたいと思います。最初に玉ねぎを切っていきます。3分の1から半分くらいを使っていく予定です。うわっ、幅ぐらいに輪切りにカットしたら、辛みを抜くために水につけておきます。次にレタスを 2,3 枚ほど洗って食べやすい大きさにカットしていきます。ソースを作っていきたいと思います。まずマヨネーズは大さじ3くらい入れていきます。次にニンニクですが、チューブのものを使うときは 1,2 センチぐらい入れていきます。次にコショウを適量、そして最初に一覧で出すのを忘れてしまったんですが、レモン汁も入れると美味しいです。小さじ1ぐらい入れていきます。お塩も一つまみ入れます。これでマヨネーズソースは完成です。それではサバですが、一切れを半分に割って周りの骨をピンセットなどで除いていただいたら、小麦粉をはたきます。こんな感じではたけたら、今から焼いていきます。フライパンに今回はオリーブオイルを引いていきます。ガーリックパウダーもどうぞ。フライパンが温まりましたので、サバを皮目から焼いていきたいと思います。サバも焼けました。これから挟んでいきたいと思います。それでは挟んでいきます。
ていきます。でこのフランスパンは先ほど軽くトーストしました。まず両面によくソースを塗っておきます。そしてレタスを挟みます。さらに玉ねぎも乗せます。最後にサバを乗せて、それではサバサンド完成です。これから食べていきたいと思います。皆さんも試してみてください。